はい、タバコ好きの、俺の喫煙動画、始めていきます。今回はじゃーん、ウエストの新しいのが出ました。はい。以前はこれ、ウエストがですね、レッドなんですけど、タール値が10だったんですが、新しい、ね、パッケージになってから、内容が変わって12に上がったんですよ。で、値段が380円。ね、最近はね、いろいろとね、タバコの値上げがね、また10月から始まるということで、まあ、これは実に買いではないでしょうかね。まあ、実際吸ってみないとわかんないけど。タールが12の、ニコチンが 0.9 です。うん。でも見た目は多分あんま変わってない。パッケージデザインはあんまり変更されてないような気がするけど。ね、まあ、380円で買えるので、これは値段的には安い。で、ついでにね、サンプルをもらいまして、これね、タバコ屋で買ったんですけど、割と、いろいろ売ってるね、タバコ屋で買いました。キースの、マイルド、1本サンプル、もらった。それではね、吸っていきましょう。こちらは、チャコールフィルター、と書いてあります。フィルターはチャコール。それでは、最近、目が悪くなったんで、常に、メガネをしています。うん。うん、やっぱちょっときつくなったな、感じはあるな。やっぱり。あ、でも、俺、これぐらいがちょうどいいかも。うん。ウエストのレッドね。これ、美味しいですね。うん。普通に美味しい。人気の高い、味わい深いフルフレーバー製品が新たに登場しました。ウエストに使われる葉タバコは世界中から集められています。南アフリカの豊かな土壌、青々と生い茂った高い湿度のアメリカ大陸の畑、ヨーロッパやアジアの農場など世界中からえりすぐられた高品質のバージニアバと、バーレーバと、バージニア種とバーレー種とオリエント種がウエストに使われています。実に、美味しいタバコですね、これは。これ昔からチャコールフィルターだったっけな。うん。まあ、俺以前、10ミリのやつ吸った時も、まあ、4つ星か5つ星はしたとは思うんですけど、おすすめのね、タバコですね。まあ、JT 社と、あと、マルボロ社はね、全体的に450円とか、まあ、50円ぐらい、40円か、それぐらい上がったんだよね。上がるんだよ、10月から。ということで、値段が380円ということで、これは、かなり、ね、値段が上がってから、まあ、10月からですが、これはかなり人気が出るんではないかと。ね。僕が、あと JPS。JPS も420円。ね。値上がりなし。ブリティッシュアメリカンタバコっていう、ブレンドの、じゃあ、メーカーの、は、値上げなしということで、JPS と、あと、クールとかも値上げない。あと、ラッキーストライクもね、値上げないです。うん。実に美味しいですね。ウエストのブレンドは3種類の葉タバコから作られています。そのブレンドは、
満足のいく味わいでありながら決して主張しすぎることはありません。入念に作り上げられたブレンドがいつも変わることのないウエストの素晴らしい味わいを確実に生み出し続けています。まあ、JPS でもまだ安い方なのにね、それよりか40円も安いっていうのはかなりの。今でも10ミリのやつは売ってるんですが、今日そのタバコ屋に行ったらね、ウエストレッドくださいって言ったら、10ミリですかって聞かれて、あ、いや、12ミリのやつですって言ったら、奥から出してきてくれましたね。亀有駅の近くの、タバコ屋。そしてシガレットペーパーも燃焼速度にこだわった高品質のシガレットペーパーを使っていると書いてあります。うまいな。コスパがやっぱり。JT もね、全体的に、ショートピース、俺がよく吸ってるショートピースもですね、今460円なのが500円に、40円値上げです。うん。まあ、ショートピースっていうか、ショートピースの10本入りが20円値上げで、今は230円なのが250円になるんで、まあ、それに伴って、缶ピースも値段が上がり、もう何でもかんでもね、庶民のね、楽しみをね、潰していくという、ね、クソみたいな社会になっております。あ、美味しい。これは売れるだろう。これ380円、この味わい。これ美味しいな、やっぱな。フィルターをちぎってみますと、チャコールフィルターということで、こんな感じ。ね、チャコール。これ、チャコールフィルターですね。まあ、そこまでは、ちょっと、剥いてみる。これを剥いてみると、でも結構入ってるな。こんな感じ。結構、チャコールが、入っております。ね。チャコールフィルター。でも、なかなか安いタバコで、なおかつチャコールフィルターって高いんですよ。手巻きやってるとわかるけど、チャコールフィルターは高いんで、380円でおまけにチャコールフィルターで、ね、スムースな、ね、香りもね、実にいいということで、これはもうある種もうこれはショートピースの代わりにこれ、フィルターをちぎって、ね、ちぎって両切りスタイルでこうやって吸うっていう。これが流行るんではないか。あ、うめ。普通に美味しい。これは5つ星。これは5つ星ですね。これ今後、値上げして、10月からこれ売れるようになると思います。それではご視聴ありがとうございました。